フィギュアスケート男子で五輪2連覇を果たしたプロスケーター、羽生結弦と高級ブランドグッチのコラボ企画が初日から大盛況だ。グッチを身にまとう羽生結弦が表紙を飾る女性誌、エルジャポン2023年8月号羽生結弦特別版のプロジェクトを記念した写真展が28日、東京、中央区のグッチ銀座7階に新たに誕生したグッチ銀座ギャラリーでスタート。会場内には同誌に掲載されたビジュアルとともに、写真展限定公開の作品が多数展示されている。入場には事前予約が必要で、当日10時からグッチの LINE 公式アカウントにて予約が始まった。あるイベント関係者は、本日は13から20時まで開催されましたが、案の定、本日分の予約枠がすぐに埋まったそうです。来場した人たちも SNS にいろいろ投稿してくださっています、と証言。リンク外の新領域でも圧倒的な人気を誇っているという。実際にツイッターでは羽生結弦関連のワードが複数トレンド入り。ある代理店関係者は、グッチの起用がうまいのはもちろんだが、絵本や今回の写真展など、氷以外の部分で表現の幅を広げているのはネクストステップとして大成功なのでは。今後は最強のスケーターだけでなく、アスリートの表現者としての地位も確立するのでは、と指摘した。写真展は8月20日まで開催。今夏は銀座で、羽生結弦ブームが巻き起こりそうだ。三笘薫、アナとスポンサー契約、個人的に契約を結ぶことができ、大変光栄、羽生結弦さんらに並ぶ。サッカー日本代表の MF 三笘薫が28日、東京都内で全日本空輸、アナとのスポンサー契約の発表会見に出席した。契約は来年9月末まで。今後は空路での移動時にサポートを受ける。昨年の W 杯カタール大会や世界最高峰のイギリスプレミアリーグで活躍した日本の新エースは、フィギュアスケート男子で冬季五輪連覇を果たした羽生結弦さん、28、がトップアスリートの仲間入りを果たした。三笘が約100人の ANA グループ社員とジェット機をバックに笑顔で記念撮影に収まった。アスリートにとって飛行機移動は必要不可欠。個人的に契約を結ぶことができ、大変光栄です。ANA カラーの青を基調としたネクタイでスポンサー契約の発表会見に登場した三笘。今後は空路での移動時にサポートを受ける予定だ。直線距離で9000キロ以上も離れた日本とイギリスを往来し、日本代表の海外遠征にも駆けつけるなど、移動時に航空機を利用する機会は多い。体重の増減や睡眠の質を危惧していたといい、同社の井上慎一社長は、知見をすべて投入して、ピッチの上でベストなパフォーマンスをしてもらえるようにサービスを提供したい、とバックアップを約束した。昨年の W 杯カタール大会でのプレーが、三笘の1ミリとして流行語になるなど、その名前を世界に轟かせた。ひたむきで最後まで決して諦めないイメージと同社の経営ビジョン、ワクワクで満たされる世界を、が合致。井上社長は、まさにワクワクを体現するシンボルだから、とオファーの真意を明かした。アナはフィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年ピョンチャン冬季五輪を連覇した羽生結弦さんや、車椅子テニスで四大大会とパラリンピックを全制覇する、生涯ゴールデンスラムを達成した国枝慎吾さんら、世界の頂点に立つアスリートの活動を支援してきた。イギリスプレミアリーグのブライトンで大活躍し、日本代表の新エースと呼ばれるまで成長した26歳もついに仲間入りを果たした。ライバル会社の日本航空、JAL は米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平とサポート契約を結び、CM などに登場している。これで、日本の翼には今が旬のスターが並ぶことになった、アナの魅力、ワクワクを届けられるように頑張っていきたい、と三笘。華麗なドリブルと豪快なゴールで約束を果たす。